また同じか彼女募集 <laughs> 広告募集が彼女募集になってるそうそうこういうぐらいのことをしてくれないと皆さんこんにちはガードです8番出口ライクなゲーム9番ホームやっていきましょうここには異変がありません8番出口ライクといえばおなじみですね異変を見つけたら 戻ったり、り、進んだりラジバンダリここはチュートリアルゾーンってことかな何も異変はなくあ電車来た9番ホームを目指していこう異変を見つけたら引き返すこと異変がなければ引き返さないこと9番ホームから電車に乗ること信じ抜くことそれが一番大事 右に進んで始める異変があれば避難成平山田委員このドット絵の感じいいな地獄は普通自販機も普通 AED はある間もなく電車が来ます電車の中から変なのが来るとか 異変、ないなぁ。多分ない。これで1になってたら、お、正解だね。異変があれば、これ絶対この目がパチパチとかね、してるのはあるでしょう。で、広告募集のとこに変な広告が来てるとかね、そういうのもあり得るだろうからね。お、ダッシュもできる。ダッシュしちゃうと、 この時間経過で電車が来るから何かを見逃しちゃうってのもありだろうしこの奥の高校のお姉さんがねいきなり笑い出すとかもありそうだしな月って三日月だったかなさっきからああ異変あったのかアナウンスの音声がおかしいことになるとか 一戻ってみるのも大事かえ一1両 <laughs> で今は異変なかったと山田委員がありまもなく電車が来まして電車のデザインが変わってるってとこもないしな えー、何があ上山田委員 <laughs> エレベーターからホームに行きとんまた同じか彼女募集 <laughs> 広告募集が彼女募集になってるそういう広告の出し方ありだな2 看板前からそれだっけ自販機普通、路線図普通、アップ、この上山ライン、これ元からそうだったっけかなそれをちょっと異変と捉えて、三 上山田委員って名前は一緒だったかずっとね山田委員だと勘違いしてたただこの上のね人がちゃんとイラストになってたね床とかは何か違いあったりするかな電車が来ますそこの電光掲示板のメッセージがおかしいとかはありえそうだからねうーんなしか変。へん なしでしたね850なくみおっちゃんがいるおっちゃんぐらいどこにでもいるだろうただまあ普段はいないから異変ですからねごそこのエレベーターも怪しいけど公衆電話 これ、待ってたら電車がまた行くとかあるかな時計や電光掲示板におかしいところはないと思うがあの目ん玉にまつげがとか思ったけどさーどうだうわあったのかどこだ AED これが地味にレッドになってるとかね <laughs>。電車おかしいとこないよな。今回は異変なし。このドット文字で読めないレベルのやつが変わってるとかそこはないだろうからね。 読める範囲のやつで何か文字が変わってるはありそうだけどえー、どこ <laughs> それこそ数字変わってるとかあるかな11時40分47分時計の針の位置が地味に変わってるとかそういうのはなそうなんだよな これ AED マークこれハートだったずっと十字マークじゃなかったかなどっちだろう、AED のもともとハートかえい考えていても仕方がないとりあえず進むんだ異変なしだったようですうんこれは元からハートだね美容整形 えあるように思えないんだけどあなかったねよかったよかったおラブがロビーになってる合ってるかな元からロビーだったかなえー、これは一緒でもなんかが異変あったんだ逆に悔しいぞ異変ちゃんと確認してないのに 分からん何も見つけられていないなかったのか何もむずっ路線図のままだよなこれは川村塾もっと異変起きてほしいんだけどないんだ ははは、<laughs> そうそう、こういうぐらいのことをしてくれないと。はい、異変があったので戻ります。あのね、異変なしはね、正解してもね、嬉しくないんですよ。異変を見つけるっていうかね、いろんな異変に合うことが面白いゲームですからね、8番出口ライクは。ちゃんと見抜いて、異変なしで全問正解はね、それは面白くないんだ。異変と出会ってこそだから。 この散らばってるゴミが少し変わってるとかそんなことないか椅子の色だとか異変がなかった時計も時刻もうん時計も時刻もおかしいなあの電光掲示板のね時刻ってことね電車もあっ「なりひら」の文字がか反転してる よし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 8ここまではとりあえず変なところは見つかっていないけどないか 9番出口来ちゃったホームかクリアしちゃった <laughs> いやー異変コンプしないと異変コンプモードあるかなたまにね異変コンプモードがないゲームあるからね8番出口ライクでうわー全然見つけてないあしかも内容ちゃんと書いてあるよしよしよしあと30個あるぞ全部見つけなきゃ 必ず異変を起こす素晴らしいモードがあるぞ。異変コンプのために。ちゃんと分かってるね。作った人。8番出口ライクが好きで、やってる人だね。